この店の傷薬全部ください。満タンの薬も。高っ。どうもこんにちは、太郎です。今回は木花さんですね、こちらのジムチャレンジいきたいと思います。もう準備万端、先ほどアイテムもたくさん買ってきました。よし行こう。ジムチャレンジあるんかな、どんな感じなんだろう。ここは猛者たちがいるんじゃない。天候を変えられても大丈夫なポケモンいたよな。それともこちらが後から天候を変えてしまうか。もう上級者の発言なんだよ。今までと違う。木花さん強すぎ、勝てる人いるのかな。俺は鋼タイプの使い手、砂嵐もへっちゃらなんだが木花さんに勝てないままだよ。みんな木花さんに勝てないってなってんじゃん。草タイプは天候の変化に割と左右されちゃうからね。オールガイ。お、いよいよ最後のジェムだね。頑張って。この人ずっと応援してくれてたよね。ありがとう。覚えてるよ。応援してくれてる人はいる。よし、行こう。いやー、緊張するわ。長かったジェムチャレンジもいよいよ終わりが近いようだな。ドラゴン使い木花が率いるナックルジム、挑むのか？もちろん、今度にしますなんて言いません。よし。ユニフォーム姿はこれまで勝利してきた証だものな。気合が伝ってくるぞ。ジムトレーナーたちがスタジアムではなく、ん？宝物庫？え？どういうこと？あっちに行くの？また今までと違う感じ。なんだろう。そしてめちゃめちゃ長いロードっていう。あ！残ってるジムチャレンジャーは、10人もいないのかよ。選ばれし者たち。木花様のジムミッション説明させていただこう。ルールはシンプル。俺が鍛えたジムトレーナー3人にダブルバトルで勝つだけ。ジムチャレンジってめちゃくちゃ厳しいだろ。当然勝ち残るジムチャレンジャーも少ないんだよ。だからこそ勝ち残ったお前のポケモンたちが繰り出すすげえコンビネーションたっぷり見せてもらいたいのよ。ダブルバトル。まずは1人目、カモン、リョータ。リョータって俺が小学生の時は友達と同じ名前じゃん。リョータくん、お前こんなところでトレーナーやっとったんか。木花様に教わったのは2つ、ドラゴンの強さと、それを生かすため戦いの場を自分に有利にすること。これ天候変えるとかいいやつ。いきなり戦闘始まった。リョータめっちゃかっこいいじゃん。え、こいつらドラゴンなんてなるよな。雨降らし、雨が降り始めた。うわー、これさ、待って、放電ダメだよね。全員に行っちゃうよね。あー、バブル光線。ヌメイル。ケロちゃんは、毒毒にしよっか。エリッパ。オッケー。毒入りましたね。ポポポポポポポ。なんかヌメイルって、あ、今一つか。水に強そうだなと思った。相手に追い風。龍の波動。やめてくれ。お、やった、回復した。あ、この天候を味方してんのか。僕のダメージ受けたね。そうだなぁ。ヌメイルも毒にできたらいいかな。だいぶ
有利になる気がする。お、ナイス回避。マジ竜の波動やめてくれ。今度はホタルか。オッケーオッケー。毒はじわじわ効くからな。ヌメールなんか色的にさ毒効かなそうだけど大丈夫だったね。ホタルがちょっとあれだな。交代してもいいな。潤いボディ。え、ヌメールまさか毒解いた？やるじゃん。ベノムショックで毒にした強みを生かしましょう。ミント交代だ。エアスラッシュ耐えて。おー危ねー。抜群なのか。おっ、よかった。竜の波動ケロちゃんにやったら死んでたな。よし、やったね。フェリッパー倒した。じゃあダブルバトルの時さ、アイテム使ったらどうなるんだ。乾燥肌よかった。乾燥肌のおかげでずっと回復してるね。マジカルシャインして、いやーマジで、あ、ここで回復使えるね。すごい傷薬よ。連戦かな。なんか一応備えて回復しといた方がいい気がした。いたー。てかミントさ、今さ、効果がないみたいになったよな。めちゃめちゃ無双できるのではこいつ。またしてもミントを主軸にしていってもいいかもしれないですね。お、コミコレベル50。ダブルは考えることが多くて楽しく難しい。ダブル難しい。わかる。味方にも攻撃いっちゃうんだもんな。なんか背番号かっこよくない？ 0x0。 カモン、レナ。ん？あ、なんだこの間ってなったら。ちょっと交代させよう。よし、行こうか。ダブルバトルでは相手のポケモンがどのような役割か見極めるのが大事になります。まさかさ、キバナさんと戦うときダブルバトルだったりする？レナが勝負を仕掛けてきた。おお、キューコン、アクガメス。ちょっとメンバー変えてきました。こっちもヒデリ。また天候を変えられたね。アクガメスなんかかっこいいな。え、今一つばっかりじゃないですか。これさ、ミストフィールドで天候を変えるっていうのどうすか。タラちゃんは、え、全部いいじゃん。抜群じゃん。大地の力、キューコンに使いましょう。トラップシェル。わからん。うわ、鬼火はやばい。やけどでしょ。やけどやめて。うわ、ちょっとこっちがさ、先に攻撃いけるかな。え、ミスフィールドって後出しで回復したりするかな。どうだろう。治んないよなぁ。タラちゃんが怒りの攻撃で9個ワンパン。友情感じますね。やったおい、ここに来て突進なんか覚えようとしてんの？ちょっと。ダメージ受けるんだよなぁ。どうだなぁ。ジタバタなぁ、結構。宇宙でさ、使ってみたんだけど、前回。使いづらかったんだよなぁ。突進にしよっか。突進にしよう。オッケー。こんなレベルで覚える技なんだ。突進って。やけど、痛いね。
ドレインキッスして、ハルちゃん濁流でいいんじゃない？どうだ？お、めっちゃ効くじゃん。いい感じ。体力吸い取った。当てろー。これマジでミント強いな。やけど痛いね。後で直してあげるから。ドレインキスと、今度こそ決めてくれよ、濁流。お、ナイス、思いが通じた。ズーン、命中率下がった。これ倒せるんじゃない？やった。こう一人がさ、特性とかで天候を変えて、で二体とも有利になるみたいなさ感じに持ってけたら、めっちゃダブルバトルいいかもしれないね。新規は気まぐれ、勝ち負けはもっと気まぐれ。いや緊張するわこれ。さすがは7つのジムバッジを持つトレーナーです。最後の一人だ。カモン、ひとみ。ん？ん？ってなんだよなこれ。始まんねえんだよな。回復させよう。よし、元気になりました。行きましょう。ダブルバトル。2匹の強さで押し切るか、1匹はサポートに回すか。あなたはどう戦います？押し切りますよ。雪の王と、ジャランゴ。右が雪の王かな。雪フラッシュ。いや、やっぱり健康を変えてくる。このさ、特性さ、めっちゃ、なんだろう、今後使われるのかな？覚えた方がいいんだろうか。濁流、全体攻撃2発で攻めましょう。おほほ、めっちゃ強いじゃん、ミント。ナイス！張り切ってるね。めっちゃ暴れてる。濁流、にょー、ずー。今一つだったか。まあ仕方ないな。オーロラベール。結構耐久しようとしてきてんのかな。オーロラベールってさ、もしかして仲間に聞いたんかな。サポートに回ろうとしたんかもしれん。ドレインキッスでいけるかな。ハラちゃんは、のしかかり。倒したい。うお、あとちょっと。レベル上げてよかったかもな。レベル差がちょっとだけあるから、それで結構有利に戦えてるのかもしれない。よし。これジムチャレンジ無事に終了ということで、トレーナーとポケモンも助け合い、さらなる力を発揮しろよ。なんか、終わりが近づいてきた感じがして、楽しいな。あなたのような強いトレーナーと戦えて誇りに思います。ホップとかマリーも来るのかな？さすがだな。ジムミッションクリアだ。ジムスタジアムに行こうか。キバナ様が相手してやるぜ。いや、ついに来た。最後のジムチャレンジ。行くぞ。ユキバナさんか。かっこよ。めっちゃかっこいいな。ようやく戦えるジムチャレンジャーがお前とはな。初めてかなこれ。今までエントリーした人たち。さすがはダンデの見込んだポケモントレーナーということか。ダンデに勝つ、それがどれだけも厳しいか。あいつのライバルであるキバナが叩き込むとするか。ジムリーダーキバナは天候を操るだけでなく2対2の戦いを望む。え、マジでダブルバトル？
かっこいい。ガオスター。イガイアスとクライゴン。いけ、ミントタラちゃん。おお、これじゃあどっちかがダイマックスとか、そういう状況もあるってことか。砂起こし。雪よ風、やべえよ、砂嵐。これさ、ミストフィールド、やっとこっか、一応。タラちゃんは、ドイツの力抜群なんですが、意外安で。タバネの翼、大丈夫かな？いや、抜群か。とりあえずこれ相手に有利な状態だったと思うし。そうさ、これさ、ドラゴンタイプ半減だったよな。めっちゃいいじゃん。え、これ砂嵐消えないの？健康とはまたちょっと違うんかな。セルスロック。尖った石が漂い始めた。やばいな。ミントをマジカルシャインにして、パラちゃんのさ回復で、え、これでミントに使って可能なんかな。え、これを押した瞬間に決まっちゃう。あ、いけるいけるいける。ミントを回復させるわ。ミントは多分まだ活躍する。ここでね、倒されたくないんだよ。鋼の翼、さ、よかった、回復しといて、マジ死ぬとこだった。マジカルシャイン、ドッカンと、オッケー抜群。ハイガラの鈴で回復。のしかかりみたいな感じかな、ボディプレス。お、ゴツゴツベッドで倒した、やった、順調なのでは。みんなレベルアップ。めっちゃ経験値入るな。タラちゃんもレベルアップ。心も、ペロスちゃんも。ミント回復させたいね。おお、なんだこいつ。サダイじゃ。フライゴンはでも、マジカルシャインでいけそうな感じがするな。これまたタラちゃんのターンを使わせてもらって回復をしましょう。フライゴン倒せる気がする。やべえって。おお、よかった。相手の攻撃、サダイジャがこっちに来たらちょっとどうなるかなって感じかな。大丈夫かな。大地の力。おお。ジェラルドンだ。知ってるぞこれ。うお、かっこいい。ジェラルドン。またこれさ、ダイマックスしてくるんじゃない。ダイマックス。マジカルシャイン。マジカルシャインにしようか。タラちゃん。これさ、サダイジャを、お、ジェラルドに抜群じゃん。撃つか。攻めよう。俺のパートナー、スタジアムごと、やつを吹き飛ばす、かっこいい。おお、このモーションめっちゃ好きなんだよな。ここのさ、ジムリーダーの何とも言えんかっこうだな、お前。かっこいいんだか悪いんだか、ジェラルド。それがなんかいいわ。何してくる、ジェラルド。お、サダイジャ守る。守りの体勢に入った。あいつにでも攻撃するっていうのはやばい。あー、耐えられなかったか。
抜群。防御上がるんだ。ミントやられちゃったな。大ちゃん力。おお。めちゃめちゃ強いじゃんお前。カメちゃんで行きましょう。これさ、あ、そういうことか、あれ食らうの。岩石封じ、あ、今一つか。俺タラちゃんの攻撃あんなに入るとは思わなかったわ。大地の力、ジェラルドン。ジェラルドン倒したい。ダイナックル。おお、ナイス、耐えた。これ守るすればよかったね。守るもありだな。ちょっと味方のさ、ステータスが上がるのいいね。岩石封じ。ドン。全然効かないじゃん。ジェラルドンに気を取られてて、実は本命はサダイジャだったりして、あいつを育てるのが目的だったりしてな。よし、倒した。あと1体、これいけるっしょ。大ちゃんの力強いんだよ。あー、タムちゃん心にしましょう。もしかしてさ、ミントのさ、あのドラゴンの攻撃半分になるあれがあったから今まで結構耐えてたのかな。それだったらめちゃめちゃ感謝なんだが。母ちゃんダイマックスするか。ダイヤースで今回ジェラルドン倒したからな。お前は功労者かもしれない。本当はミントに使いたかったんですよね。いけーい。やっぱこのジムチャレンジの最後にダイマックスしないのは失礼でしょこれ。かわいい。かわいいやつがでかくなるのいいな。赤ブレイク。お前、パス？まさか。いいとこ持ってくんじゃないお前。そんなハッキー。今からダイマックスしたさ、タラちゃんがやろうかって時に、心を、先に行動して倒すな。しょんぼりしてダイマックスやめちゃったじゃん。あーって。倒しちゃったねーって。勝った。俺様、負けても様になるよな。記念に自撮りをしておくか。ロトムが悲しそうな顔してたの可愛かったな。え、これ最後のジムバッジゲット？やった。激しい戦いを終えて今は晴れ渡った空のように笑顔がいいっすね。速やかな気持ちなんだよな。なんて言えるか。ランデンのライバル？チャンピオンでないのに俺とポケモンはうぬぼれていたようだ。くれてやろう勝利のお菓子ドラゴンバッジをな。やった、全部集まった、これで。パッチーン。やった。ガラル地方すべてのジムバッジを揃えたな。なんで、トーナメント？こっからトーナメントがあるのか。勝たねばならない。俺たちのリベンジのためにもな。いや、嬉しいなぁ。すべてのジムバッジを集め、いよいよチャンピオンカップだな。君たちの活躍は楽しみだ。お！ジムリーダー直々？足止めをしてすまない。忘れていたことがあるんだ。やった！尊敬の証、技マシン99。ワイドブレイカーだ。ありがとう。強靭な尻尾を激しく振り払って相手を攻撃する。相手の攻撃を下げる。ドラゴンタイプのユニフォーム。ジムチャレンジ突破おめでとう。ありがとう。次はチャンピオンカップでお前の強さを示すんだ。キバナさん、あなたの強さ俺に示させてもらうぞ。お前
間髪入れずに来たか。来やがったな、ダンデの弟よ。我がライバルよ。お前にはジムチャレンジを諦めたくなるほどの厳しさで戦いを教えてやるからよ。俺の後で、ちょっとキムラさん負けちゃったから、厳しめにするかもしれないよ。ホップすまんな。あれこれ試して戦い方を決めた。俺はむちゃ強いぞ。ホップ燃えてる。また思い切り戦おうぜ。ワイルドエリアで徹底的に鍛えておけよ。終わった？いや、嬉しい。はい。ということで、今回は、キバナさん、無事にジムバッジゲットすることができました。ストーリー的にはこれ、今からトーナメントって感じなんですかね。いよいよ終盤かなっていうので、ちょっと楽しみです。気になるところですが、今回はこれで終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録、高評価、Twitter フォロー等お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。